か匂い、やば。こんぐらいやったらいけるやろ。すっごい匂いする。食べよ。それでは、ドリアン。こんにちは。はい、今日はハッピーバレンタインデーですね。あ、そうですね。ハッピーバレンタインデーでございます。というわけでですね、今日は日本人の可愛い子たちに、日本人はバレンタインデーどうすんのっていうインタビューしておりまして、2人はどうするんですか？何もせえへん。何もせえの？泣いても誰もいないで、何もしやん。なんかドキドキしながら、あの、私チョコ作ったの受け取ってみたいなせえへんの？作れへん。作れへん。そうな。もう作る気力がない。なんでやねん。え、過去には？過去にはまあ作ったり、買ったりとかもしてましたけど。それは学生時代？学生の時はめっちゃ頑張ってやってた。あ、そう。もう好きな人に、はい、ドキドキしながら、相手がいたら。あ、そう。で、それで告白すんの？いや、もうなんか付き合ってる時とか。ああ、なるほどですね。付き合う前とかはあんまりない。あんまり。あったけど、うんうん、なんか作ったもの渡すのは嫌やったから、うん、あ、そう、買って渡せた。あ、なるほどね。あ、確かに重いって受け取られる時もあるもんな。わかるわかる。でな、これな、あのベトナム人がめっちゃ見るチャンネル で、ベトナムの文化はバレンタインデーに女の子があげるんじゃなくて、男の子が女の子になんかプレゼントするね。アメリカみたいな感じ。アメリカもそうな。アメリカはなんかプレゼント。あ、そうな。男から女にプレゼント。めっちゃ良くない？そうね。で、ベトナムもそういう方がいてね。行っちゃいますか、今から。で、ベトナムはそういう文化で、あの、今日は2人にプレゼントがあるんですよ。ですね、ちょっと待ってくださいね。ですね、うわ、すごい匂い。ですね、ベトナムで一番高級なフルーツなんか知ってます？え、じゃあ、どれやん？正解でございます。ちょっとつまんでほしいんですけども、いいですか？やばい。でもなんかちょっと興味、興味ある？やった。ちょっと初ドリアン、これスプーン1個取ってもらっていい？初ドリアンですか、人生初。うわ、楽しみ。いいよ、やばい。もう匂う？え、全然もう匂う。え、やばい。ちょっとあの挑戦してみて。あ、もう匂わんと、匂わんと、匂わんと、あんま分からへん。さあ、ちょっとで分かります。初ドリアンでございます。うん、多分。あ、けどもういっぱいいけるやつ、いっぱいいっちゃって、もっと取っていいよ。取って。めっちゃ、ちょっと。それだ。それではドリアンプレゼントです。食べてください。なんか安いみたい。いける。でもあんまり嫌じゃない。あ、いける。あ、嫌いじゃない。お、いけるやん。なんか食べたらいける。野菜みたい。野菜なんか中華。中華これ。でもなんか口臭い。だこれ慣れたらむっちゃ美味しい。慣れるまでちょっと3回ぐらいなチャレンジせなあかんねんけど。もういらへんか。もういらへん。あ、もういらへん。ちょっとではあります。あのバレンタインのインタビューはあのどうでもよくて、これメインでございます。そんな感じ。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。元気がいいですね。ありがとう。はい。というわけで今日はですね、あ、ハッピーバレンタインデーでございます。ハッピーバレンタインデー。ということで今日は日本人のみんなはバレンタインデー何するの、誰かにプレゼントするのっていうインタビューしておりまして、みんなどうするん？好きな人に、うん、チョコ。チョコプレゼントしますか？何すんの？予定がありません。予定がありません。何すんの？ないです。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 ないの？でも友チョコです。あ、友チョコ。なんかこうガチなあのドキドキして、これ聞いてる？ドキドキしながら、はい、受け取ってくださいみたいな、ないの？それもう最後にしたら小学校とかも。小学校。そんな小さい時。あ、そうな。高校の時もなかった？
え、友情ばっかりや。あるよな。友情ばっかだった。あ、そうな、はい。本命の人にプレゼントみたいな。ドキドキするわみたいな。階段で。あ、そうそう。あ、またそうかな。これね、ベトナム人がよく見るチャンネルなんですけど、はい、ベトナムの文化は男の子が女の子にバレンタインデーするんですよ。素敵。そうなんですよ。日本は女の子が男の子じゃないですか。ホワイトデーに逆やけど、ベトナムはバレンタインデーに男の子が女の子にプレゼントするということで、今日はベトナムで一番高級なフルーツを皆さんにプレゼントしたいと思います。何と思いますか？え、ベトナムマンゴー、違うな。ブブー。パイナップル。ブブー。バナナ。ブブー。ケバフルーツじゃない。正解はドリアンでございます。あ、待って。無理？無理？ちょっと食べてみる一回。あ、食べたことあんの？どこで？日本？ちょ、無理無理無理。なんか、はい。食べたいって言っとったし。ちょっと一回食べてみて。ちょっとだけ、ちょっとだけ、もうちょっとつまむだけでいいわ。これな、日本でも買えるその冷凍ドリアンや。で、日本人はドリアンってくっさいやつですよね。美味しいよ。え、誰か一緒に食べてみる？一緒に食べる？二人で食べよ。はい。いやー、嫌です。一緒に食べてみる？いや、食べたことある？え、一緒に食べる？ちょっと一回食べる。おー、やったやった、嬉しい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 。え、匂い臭いです、もうすでに。どうやろ、慣れ、いや、まあ匂わんと、匂わんといき。いやー、なんで匂い？臭い？これを男から女の子にあげるの？いや、このドリアンはあげへん。今日はちょっと日本人に面白く撮影したかったから。全然関係ないけど、ドリアンなんか匂い、やば。こんぐらいやったらいけるやろ。すっごい匂いする。え、ほんまな、ほんまにめっちゃ人気の商品、普通に。気絶したりせへんやんな。まずはないんですよね。慣れるまで。慣れたらめっちゃ美味しい。ガスの匂いする。ガス漏れみたいな匂いする。ほな、食べてみようか。はい、食べてください。せーの。どう、どうですか？え、待って、食べたい。食べたい。スプーンあるよ。どうですか？結局食べる？嫌です。いや、無理無理。あかんあかんあかん。お見逃しやめて。あ、でもなんか癖なる。もう一回言っていいよ。いい。どう？あ、まずくはない。まずくはない。匂いがやばい。これな、3回練習したら食べれるようになるから。みかさん、食べてみる。食べてみる。こんな経験ないで。いや、この機会ないで。もう高いね、ドリアン。好きですか、お兄さん。俺めっちゃ好き。またチャレンジしてみて。わかりました。いつか好きになるから。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ハッピーバレンタインデー。ハッピーバレンタインデー。ありがとうございました。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はバレンタインデーですね。はい。というわけで、お二人はバレンタインデーなんかあげたりすんの？クッキー。クッキー？手作りクッキー？誰にあげんの？彼氏に。彼氏にあげんの？チョコ苦手やから、あの、キャラクターのクッキーを作ってあげようかなと思ってます。可愛いことするやん。なんかすんの？何も決めてない。何も決めてない。好きな人に、あ、ドキドキするわってしながら渡したりすんの？え、なんか彼氏に何かあげようかなって。彼氏いはるんですね。で、これはベトナム人がよく見るチャンネルで、ベトナムはバレンタインの日に男から女にプレゼントする文化。そうで、というわけで今日は僕、男から2人にプレゼントがあるんですよ。ベトナムで一番高級なフルーツなんか知ってます？え、何？まあ、暑い国なんですけども、高級なフルーツあるんですよ。マンゴー。ブー。何と思う？え、バナナ。ブー。あれ、正解はドリアンでございます。あ、ドリアンか。食べたことある？ない。これをな、ちょっとな、食べてほしいねんけど、いける？マジやった。これ日本でも買えるやつで、冷凍で売ってて、うわ、匂いすごい、もうすごいわ。なんか灯油かなんかの匂いする。え、そんなに？え、もっと言っていいで、もっと言っていいで。灯油の匂いする。あ、そういう意味でもある。ガスの匂いとか。もっと言っていいで。いや、もうなんか取れん、硬い。繊維が多いね。ちょっと待って、無理かもしれない。せーので食べよう。せーので行こうか。せーの。
どう？どう？ああでもいける意外と食べれる類は、うん、そうもうちょっと取ってみたいんちゃうか、ちょっと少なすぎたん、いやでもなんか誰かの、うん、誰かがめっちゃ噛んだ後みたいな、噛んだ後どういうこと、どういうこと、なんか噛んで出したの、そう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 、なんかそれは初めて聞いたわ、ニンニクが入った餃子をめっちゃ噛んで出したみたいな、ずっと味残っとる、残ってるやろ、めっちゃきついやろこれ、でも体が拒絶してる、やばい匂いがもう無理や、さあやもう無理、いけいけ全部いけ、うわめっちゃいく、無理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 、餃子すごいわ、えいける、あすごいわ、いけるタイプ、お珍しいわ、でもまずい、まずい多分今日マスクずっとその匂いするわ、ね、ごめんななんか罰ゲーム食らった人生初ドリアンいかがでしたでしょうか、灯油です、灯油、灯油、誰かが食べた後、ガソリンです、誰かが食べた後初めて聞いた誰かが食べた後の灯油、興味あったから食べれてよかった、お確かに、そうか、まあこんな機会ないもんね、ない、絶対スーパーにあっても買おうと思わず、そうやんな、ちょっと高いしな、怖すぎて、わあいい経験、いい経験、すごいいい経験というわけで以上です、ハッピーバレンタインデーです、こんにちは、こんにちは、今日はバレンタインデーですね、はい、そうですね、というわけでバレンタインデー、日本人の女の子たちはなんかプレゼントとかチョコあげたりすんのかなと思ってインタビューしてまして、二人は何しますか、ちっちゃい頃はあげてました、あ学生の時とか、なんか、うん、あの片思いの人にドキドキしながら私実はあーみたいな、あそういうやつちょろいそういうやつあった、うん、あんまり覚えてない、あんまりない、今日はそういうのないの、私はないです、あそうなの、今年は、私は一応彼氏はいるんですけど、あ彼氏おるんですか、迷ってます、そんな彼氏は期待してるに決まっとるやんかなんかしてあげてや、今日は2人にベトナムの一番高級なフルーツをプレゼントしようと思っておりまして、何かわかる、ベトナムフルーツ、うん、果物、ドラゴンフルーツあーそれも人気ですけど、もっとあの高級なやつ、お、なんて臭いやつ、なんてなんてなんてなんか、臭いやつですよね、正解ドリアンでございます、これ日本でも買える冷凍ドリアンで、これめっちゃベトナム人は大好き、で高級フルーツで、けど最初慣れてへん人はめっちゃ臭いねんけど、今日は2人にこれちょっと食べてほしいねんけどお願いできる無理？ダメよ。こんな経験めったにできひんで。私食べたことあるから。あ食べた？どこで？日本。なんかあのそのベトナムの人がバイトに行って。えそうなん？ベトナム人友達おんの？バイト場に。前のバイト先に。あそう。ドリア持ってきたん？のキャンディーみたいなのを。あキャンディー、はい。キャンディーはあんま美味しくない。これ美味しいねほんまに。無理？食べに、さっき食べてやしょ、ちょっと食べてみる、こんな経験できひんでめったに、ドリアン、うん、ちょっと経験してみようかあやった、じゃあお友達も一緒に食べてみようかな、こんな機会ないからな、何ですかこれ、ドリアンの冷凍のやつ、日本でも買えるやつでわあすごい、いい匂い、アイス、あこれ普通に冷凍ドリアン、うん、ちょっと取りにくい、ね、うわいい匂いするやろいい匂いするってちょっと取ってみて、食べてみて、いけるかな、え、美味しいよ、うわすごい珍しい、すごいすごい、めっちゃ嫌がってる、美味しい、甘い、甘い、わあすごい珍しい、初めてやんの、なんかちょっと違うメロンみたいなやつ、あー分かる分かる分かる、濃厚やろ、じゃあこれめっちゃ好きになるタイプやで絶対いい手本見れたしちょっと食べてみるマジで無理ベトナム料理屋とかに行ったら売ってるわ、ベトナム料理とか食べたことある、ないの、
美味しい料理屋いっぱいあんねん、ベトナム料理行ってみて。ベトナム好きなんですか？ベトナム好きでよう行ってるんですけど、コロナで行かれへんねん、寂しいわ。知らんがなって感じ。以上です、ありがとうございます。食べたくない。断られちゃいました。というわけで以上です。ありがとうございました。あかんかったわ。ケンファンバンソムロイヌオニャトンテクサオリエンタイサオタサオリエンラッラッラッゴーマドゥホン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 。Nên tôi sẽ cho người nhất biết đến giáo liên nô. Ất てますか Vietnam 語。日本人に広めたいと思います。ベトナムのドリアン、そして日本とベトナムの経済を回していきたいと思います。日本でもこのベトナムのドリアン買えますので、これ美味しいやわ。やっぱりベトナム産ドリアンが一番美味しいわ。日本とベトナムを盛り上げましょう。というわけで今日はこれで以上です。ありがとうございました。